オブニンスクの団地世界初の商用原子力発電所、オブニンスク原子力発電所オブニンスクは、ロシアのカルーガ州の都市。州都カルーガの北東6 8トルモスクワの南西1 0 2トルに位置し、モスクワとキエフを結ぶ、幹線鉄道及び、高速道路が走る。人口は10万5706人。20世紀初頭までは、マロヤロスラ別と、 ウゴツキザボードの間にある小さな村であったが、第二次世界大戦後にオブニスク原子力発電所の建設及び従業員、研究者のための都市の建設が始まり、1956年に市政施行された。ロシア各地の科学都市の中でも大規模なうちの一つであり、1954年6月27日に原子炉による 世界最初の商用原子力発電が行われた場所でもある。また、ソビート連邦最初の原子力潜水艦である、K、K-3、レーニンスキー・コムソモールの乗組員が訓練を受けた場所でもある。オブニスクには、現在12の科学研究所が立地し、原子力発電技術、放射線利用、宇宙開発、放射線医学、気象学などに関する研究を行っている。 1958年に原子力施設から出る放射線の測定や気象研究のために建設されたオブニンスク気象学タワーは町のシンボルとなっている。視線で支えられた鋼鉄製の塔で直径は3メートル弱ながら高さは315メートルに達するオブニンスク気象学タワー。ありがとうございます。